皆さんの行動は確かに我々の予想外でした。しかしそれを咎めるつもりはありません。結果良ければ全てよし。皆さんのおかげで R 大眼の損傷は軽くて済みましたからね。ちょっと待って、それって R 大眼は敵でもライバルでもなく。そう、ダンクーガと同じ目的のために作られたと言っていいかもしれません。同じ目的？はい、ダンクーガと R 大眼には共通の敵が存在するのです。R 大眼が到着します。 R 大眼がここに？はい、そうです。ドラゴンズハイブへようこそ。ご無沙汰してます。何年ぶりでしょうか。この先でどういうこと。実は以前フーゴをやってまして。でパチンチューですか。お気になさらずに。あなたはもうここを退職したはずでしょう。真実を知ったとしてもあなたには報道する手段はもう何もないのよ。ダンクーガの謎を明かしたとしても世界中のどこのメディアもそれを取り上げることはない。イザベル・クロンカイトという名前もね。それなのにあなたはまだやるの？どんなに無視されても私は書き続け、言葉を発し続けます。名は消されても命だけは残すのよ。田中司令、お客様をお連れしました。イザベル・クロンカイト。お待ちしておりました。昨夜さんが隠し撮りしたデータに頼らなくても全てをお知りになれますよ。知ってたのか。監視設備でバレバレですので。全員揃ったかな。はい、お願いします。これは部屋全体がエレベーター？その通りです。着いたみたいね。なんかわかんねえけどさっさと行こうぜ。なんだよここ。ミュージアムですかね。ようこそ皆さん。この日が来るのを待っていたよ。フォグスイーパー、本物？ああ、できれば今回は撃たないでほしいな、クララ君。全ての謎は彼が明かしてくれるだろう。ダンクーガを作り出し全てを計画したのはウィル。
自我を持つ機械、無機知性体だ。無機知性体？私たちを含め地球上の生命は有機物より構成されている有機知性体。ウィルは自らの意志を持ち思考する、無機物で構成されたいわば機械の体を持つ知性体だ。とても信じられない。男の人工知能にも男の SF 大百科にも無機知性体なんてまだ載っていませんでしたよ。ああ、今の地球の段階では無機知性体はまだ作り出せないだろう。どういうこと？ウィルは宇宙より来た。 FS、 ここから先は私が話そう。地球よりはるか遠く離れた過剰星雲で、遠い遠い過去にある戦いがあった。二つの異なる文明が出会い、互いに歯を争った挙句、双方ともに壊滅的な打撃を受けたのだ。争いは星系全てを巻き込み、多くの文明が滅んだ。生き残ったわずかな存在は、この悲劇を二度と繰り返さないために、この宇宙の番人となる道を自らに課した。存在するということは自らを第一とし、他者との限りない衝突の中で自分の居場所を求め続けることだ。そのこと自体に罪はない。だが発達した知性を武器にした時、生存の本能は宇宙を根幹から揺るがす脅威になる。そうした事態を防ぐために生み出されたのが私たちウィールだ。そうして私はこの地球という惑星にたどり着いた。何十億年もの間、生まれては消えゆく命を、進化と絶滅を見守り続けた。その中で生まれた人類という存在、争いを好み、爆発的なスピードで増え、自己中心的で抑えきれぬエネルギーを抱えた君たち人類の誕生は、我々が何よりも恐れていたことだった。